極真会館、手塚グループ極真空手手塚グループとは、極真会館の創始者である、大山マスタツき後に生じた、分裂騒動の後、遺族派から分かれて塚トール人が設立した、フルコンタクト空手団体。団体名称は、国際空手主連盟総本部極真会館、手塚グループ。1994年、大山マス没後の状況下で手塚含む、支部長5名が、 遺族である第三家と共に遺言書についての裁判を行う。1997年11月、千葉で行われた大会に出席した海外の支部長の名刺に初めて手塚グループの名称が使われる。その当時はまだその名称では活動していなかったが、その後、多くの変化の中で国内外の関係者から手塚グループでの活動が求められた。その後、極神会館、 手塚グループの名のもとに活動を発展させている。2017年1月13日、手塚グループの会長で、かねてから病気療養中だった手塚徹が1月5日に多発性筋炎を病原とした星さのため亡くなっていたことが明らかになった。ありがとうございます。